君は、今駒方あたりほとのキス明治時代の浮世絵より、描かれたのは二代目高尾太夫で、題名に用いられた句は、隅田川を渡って帰る伊達綱宗へ読んだものである。高尾太夫は、吉原の太夫の筆頭とも言える源氏名。高尾太夫は、吉原で最も有名の遊女で、その名にふさわしい女性が現れると代々襲名された、名前で、吉野太夫。 夕霧太夫と共とに三名義と呼ばれる。三浦屋に伝わる大名跡であった。何代目まで続いたかは、諸説があって、半然としておらず、六代説、七代説、九代説、十一代説の四説がある。燕ば石十種本、高尾号を基本に、諸伝を合わせていくと、歴代は次のようになる。この他にも、上記の二代目と三代目の間に、 西条高雄が入るとする、西条高雄ではなく、西条高雄であるなどの話があり、他にも、石井高雄武蔵高雄小持高雄小袖高雄うねめがげん高雄などの名が伝わり、代々を数えるには、諸説ある。全体で6大説、7大説、9大説、11大説などがあるが、他にも13大説や16大説もある。 これらで語られる高尾太夫の中には、史実では実在せず、創作で語られたものを実在として数えている、可能性がある。なお、現存する西絵や文芸、映像などのフィクションの世界では、伊達兵庫や島田曲げ、多数のかんざしを指した、文化文世期の遊女小族の高尾が登場するが、実際は、法歴年間には、三浦屋は廃業しており、同時期に、 吉原では太夫も消滅している。よって、フィクションでの高尾太夫の表現は、時代的にそぐわないものである。また、おいらんという故障は、法歴以降の高級遊女に対してものであり、太夫をおいらんと表現するのは誤りである。ホラボー五円では、三浦屋の高尾は七代ありとして、初代を、明神高尾、二代目を、仙台高尾、三代目を小牧絵えし、 西条吉兵衛に引かされた西条鷹尾、四代目を水谷正在門に引かされた水谷鷹尾、五代目を浅野稲葉守に引かされた浅野鷹尾、六代目を田染鷹尾、七代目を坂木原鷹尾としている。ホラボー五縁には、明神鷹尾は、海の子を奪に抱かせて狂わないを、道中したので、小持鷹尾と呼ばれたとある。堀野垣天の鷹尾年代記では、 三浦屋の高尾は重大としている。長野の善光寺に、高尾道路という巨大な石道路があり、江戸浅草三浦屋、白左江門、清志誉れ林清善女、光誉れ道江転移などと刻まれており、遊女高尾の供養道路だと言われる。また、埼玉県坂戸市の永源寺、墨田区押上の春慶寺にも、墓所とされる墓がある。 朝の息守るには、晩州は後半朝の家の文家で幕府寄り合い旗本で、山田奉行、堺奉行などを歴任した三千国の朝の長常、その日孫にあたる朝の久たちがいるが、三万国の朝の息守るは存在しない。幕府をはばかってか、一応の建前上、大商人の名を借りて、身請けがされている。正峰はこれ以前にも二人、遊女出身の側室を持っている。 総費用は6000両。平成時代の通貨に換算して5億ぐらいとされている。見受け当日は、吉原の遊女2000人ほどを貸し切って宴会が行われた。正峰5回目のお国入りとなる。この道中は、通常の場一回日数の1ヶ月をかけ、有馬温泉などにも立ち寄り、その左右名を3人見受けして連れ帰っている。坂木原正峰は、漢方三年十一歳で死去。 なので34歳死亡説では、年代が合わない。奇襲藩士のもがみ吉右衛門が見受けし、奇襲に連れ帰った。大見彦根藩士、石井吉兵衛に由来。六本高尾。右足の指が六本あったと伝わる。そのため、通常は素足であった太夫であるが、この高尾太夫だけは旅を履いていたと伝わる。子供を産んでもなお、高尾太夫であり続け、 オイラン道中をウバに抱えさせた子連れでこなしたとされる。見受け後、ウネメが、原の水茶屋の女房になった。荒野高尾が見受け後は荒野を辞め、水茶屋を始めたとする説がある。 http://www.wul.waseda.ac.jp:/kotenseki/.html/.w06/.w0601554。インデックス。html。小林圭一郎。全ん千九1 9 7 3年3月5日。 銀河処房発行前289ページ中268ページ。ありがとうございます。